どうですかね、これやりたい人いっぱい出てくるんだったら、うん、手を挙げてもらえれば安くなります。なんか数が集まれば安くなります、うん、まあ、国産でも安くなります。今このネット社会でクラウドファンディングってシステムがあるんですけど、うん、おお、なんか聞いたことありますよ、うん、これでもそれはちょっと都会が捨てることでしょ。都会こんな岡山の田舎でそんなんしても糸電話しかないようなところ。この発言から1年半、ようやく伏線回収と相成りました。どうも僕です。サブチャンネルの方でおおよそクラウドファンディングのシステムについて説明しましたが、伊豆森さん、富松さん、日比野さん、そしてなんとクラウドファンディングサービスを展開しておりますきびだんごから直接やってきちゃった青井さんと、この5人で AE86 再生プロジェクトに関する魅力的なリターンをご用意するべく討論していきたいと思います。希望者が多ければ今回のアイデアがマジで実現するかもしれません。それでは行ってみましょう。そこでちょっと僕があのプランを地方選改定計画のこんなクラウドファンディングプランがいいんじゃないかっていうのを持ってきましたので、はい、ちょっと皆さん討論会を、はいはい、討論会てててててててなわけですよ。朝まで生テレビやってるんですね。そうですね。あ、はい、まあ、はい、まず僕がこんなアイデアがいいかなって思うものを、まず第一、これはもう絶対やりたいプランです、1万1000回転キット、はい、クランク、このとピスト、はい、それはもう絶対必要なプランですけど、はいはい、クランクところでできたんですか。この間の感じだともうそろそろ生まれてくると。はい、野村先生、はい、はい、はい、それ誰ですか。お、お誰ですか。あるんですか。え、もうできてるんですか。これ運営陣これキャッシャーだな。ちなみにそれに比べてまだ完成はしてないんですが、とりあえずまあこんな感じになるっていうのちょっとイメージが湧きますね。これでおこれあるかないかで全然違説得力が変わってきます。いや、なんでもないですよ。おおすごい、おお、黒い、かっこいい。え、これそのものですか。お、できてるじゃん。これはちょっと違うね。ちょっとごついよね。どう見てもごついよね。遠近感出して逆にこれじゃない。これがこれが、ね、でかいよな。太いよな。そう、ね。黒い。あの黒くはなります。ちゃんと比較対象日比野さんの顔なんです。顔で。黒さん。の黒と。俺のはまだ白いぞ。あ、だいぶ黒い。どこどこですね。どこどこですね。ごっついっすね。ごっちい。あ、じゃあ こんな感じで出来上がるよっていうことです。はい。フルカウンターで全部削り出しでっていう形になります。手ですね。はい。そうそう。あの僕らはこればっかり見てるから、うん、これが細すぎるんですよ。なるほど。キャシャな。これはキャシャですよ、このフルカウンター。これはだって本当ね、こんなんで大丈夫なのにな。おもちゃみたいに見えます。うん、でもこれ使ってますね。そうです、これです、これ、これですよ。これで昔日比野さんの友達がもう2万回転ぐらいはいってます。そんな冗談を間抜けちゃう。1万3000です。1万3000、3足で行くとこ2足で行くとこってやってたりしてた。そうそう、1万3000回してました。最初壊れたりとか、はい、壊れたんですけどね。壊れた、まあ、回るは回るけど安定状態ではないよって。そうです、そういうことだね。それを安定状態で1万1000回転回して、なんならそこまでパワーをついていきたいよと、うん、壊れない1万1000ね。そうです、うん、それをプロデュースするってわけなんですけど、うん、そのキットを、はい、まあ、僕のやつ1回つけてみて、それでいけそうだってなったら何機募集かけますか。とりあえず10機以上欲しいので。10機以上、はい、はいはい。で10機がもうすぐ埋まっちゃうこともあるわけじゃないですか、青井さん。はい、あ、それはだったら10機分が、まあ、分かんないですよね。10機分が目標金額になって、はい、でそれ行くじゃないですか、うん、だからその10機の、得点って言ってるんですけど、そのまあ
買っていただく特典は売り切れちゃって、うん、で次また10機なのか20機なのかっていう納期を先にしたその特典がまた出てきて、はい、でどん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 こう増えていくっていうやり方がいい。いやだってね、はい、1機作るのに1年かかったわけですよ、はい、納期的には大丈夫。それでも開発、それはやっぱり今言われた開発があったので、はい、で誰の何かしようかというのと、 あとは言い方悪いんですけど、実は5をかけるまでに結構うちでもいろいろこう、はい、どうしてもお金の問題が。そう、要は10機作るのに10年待ってもらったらいいじゃない。だね。待てないよ、はい、彼はほとんどいいですから、たくや、待てないよ、私待てないよ、10年も待てないよ、焦るな。ある意味物っていうのは基本的にどうかな、一回作ってしまえば、はい、ある意味型があったりとか、はいはい、それから要するに図面があったりとかするので、はい、すごい次へはやりやすいんです、はい、あ、クランクもやはりそういうことです。なんなら何機か一気にこう走らせたりね、うん、で逆にじゃあ増えれば増えるほどちょっと安くなるんですか。そうです。いいじゃない。そうです。それはもういい方向になります。じゃあ10機計算の定価だけど、はい、例えばもう30キロおかわりってなったら、うん、全体的にちょっと安くできます。全然安く、うちそういう仕組みもあります。うんうん、そうでも最初の10キロの時より値段が安くなるっていうこと。次が最初はその10機の人が買った、うん、あ、全員がぐっと安くなる方法があって、あ、全員がうちの仕組みであって、でちょっと複雑なのであれですけど、気をつけてほしいのは1機今作ってるやつがすごいお金がかかってると思っていただけたら、そう、ね、それはイニシャルがかかってるの で図面を富山先生が、もう富山先生が書いてますんで、本当に1個しか作ってない。本当にまあ1個でもサブ、サブとかだね、うん、最初のやつは単4は1機1個なんかに、まあいいかどうか分かんないから、うん、こちらも1回ちょっと味気にっていうところですよ。まあそうですよね、悪いもん出せないじゃない。いや、すごいな、あの話からこうなるってのが僕はその時想像できんかったっすね。皆さんの本当にお力そうですね、皆さんの一生懸命さんのおかげです。だから反応が良かったので、そうそうそう、こっちも作る気だいぶなってきたので、すげー回ったっすね、うん、じゃあこの1万1000回転キットについてはもう行きますよ。で、そうです、まるって、はい、です、はい、そして次、はい、あります、で 4AG お手軽連環比アップキット、はい、これです、はい、この1万1000回転計画とは別で、はい、今までの 4AG A86 搭載の 4AG 並びに 5R もそうですけど、はい、そのファンが大杉健さんの理論の、コンロットピストン、うん、これを入れたら高回転の負担が減るよって言うんなら、うん、オーバーホールついでに入れたいな、うん、みたいなお手軽キットです、うん、これも試作を今作ってますんで、はいはい、これも今年中にも上がってくると思います。あ、これも、はい、これはもうあれですね、4バルブと5バルブ、そうですね、用で、あと、どうできるの問題ない。いや、4バルブしかやってない。あ、そうやる方が、あの5バルブにもない。あ、そうなんだ。どこ違うの。それはバルブの、あのパイバルブでバルブが5つあるんよ。いや、知ってる、知ってる。ああ、で上の形状が違う。いや、あれは作ったことあるんだよ。パイバルブは作ったことあるんだよ、今うちでも。したことはあるから。今ならもうそれでピン入ってるだけ調整して。調整すればかもしれない。じゃあそのパイバルブ、フォーバルブとパイバルブのお手軽連環比アップキット。もう あの回で連環比っていう言葉が浸透しました、ね、そうですね、本当にそれは、はい、僕もあのあれでツイッターで聞かれたりしますこの連環費はいいんですかあるっていうです。連環費僕知らなかったですけど、はい、あれで勉強させていただきました、はい、要するにあの連環費って岡崎さんどんな感じですか、うん、まあ連環費もまあそういうことじゃというか終わりです言いそう言いそう、見たことないいやいや、まあ、もう要するにもうめんどくさいんですよ説明するのかもう言うせつないことないですね。なるほど、じゃあそれはやりますよ、うん、はい、とりあえずあのオリフィスも年間費アップキットとか1万1000回ってキットにつける油圧調整する、うん、ペットに上がりすぎるって、まあ、つけた方がいいかもしれんね。まあ、ほんまつけよう。うちみち、うん、もうちっちゃいもんだから、うんうん、はい、じゃあそれはもうやります、うんうん、価格は
ちょっとこれからソロ版弾くね、どうとやっぱりクラウドファンディングしてもらって、もしするならしてもらってっていう話になるんで、ああ、これはちょっとまあ今日ちょっとお話しさせてもらって、それ何期、まあそれも数が集まれば集まるほど、そうですどん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 、コストが下がっていくっていう、まあ企業的にはやっぱり10期ぐらいからやってくれた方が、10期からやるんですか、うん、ぐらい、10期、あれあっちの方が逆に10期いけるでしょ、僕はこっちの方が怖くて、それよりは街の方が10期だったらいけるかなと思ってるので、まあ、20期でもいいですし30期でもいいですけど、とりあえず10期ぐらいから減らしてもらった方が、4バルブ10期の5バルブ10期みたいな、えというかまあ全部合わせて10期ぐらいいかせてもらったらそんなに少なめでやるんですか、まずちょっと、いやそれはそこまで売れるんですか、いや逆に俺が怖い、あでもそれが測れますよね、クラウドファンディング、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、だからそれチョイスしていって、いわゆる10期超えたらもう作りますよでも OK だし、まあそれ合計して5バルブも4バルブも合わせて10期以上だったらやります、うん、それと納期を今切れる言われたんで、10期だったらこの納期で、20期の次のやつだったら納期はここでですよってやってもらえれば、うちの生産の方がつきますんで、あのコンロットは2種類あるんですね、ああ、だから40と42か、うん、もう作らないとダメでしょうね、うん、テスト作ってるのどっち、一応図面はどっちも書いたよ、あ、書いた、うん、どっちもやってる、今どっちを言ってるか言ったら多分42はやってるんじゃないかな、かテストは、うん、A86 だけ4、うん、A86 と A9 に前期だけが40ですね、あとは42、42じゃあそれはまあありますよ、うんうん、いるですね、10期で、はい、スタート、はい、うん、あとなんかアンケート取ってもいいかもしれません、なんか聴者さんにね、なんかどれぐらい方が欲しがるのかな、うん、事前に、例えば葵さんだったらどれが欲しいですか、え今出た僕ですか、来るな、僕は欲しい、今何の話をしたかは、そうなんですよ、でも、そうなんですよ、そうなんですよね、まだでも葵さんの欲しいものはまだ出てきてないですよ、あ、そうなんですか、ちょっと楽しみにしてます、はい、ということで今週はここまで、1万1000回転キットもお手軽連環比アップキットもクラウドファンディングである程度の数が見込めるようでしたら、これら夢のアイテムが実現するかもしれません、次週はいよいよ A86 持ってない葵さんでもきっと欲しくなるようなあの商品が出てきます、チャンネル登録して待っててください、それではまた。